こんにちは。福岡県の保育園で送迎バスに取り残された園児が熱中症で亡くなったことを受けて、県は送迎での子どもたちの安全管理の徹底を求める通知を県内の保育施設に出しました。先月、福岡県の保育園で5歳の男の子がおよそ9時間にわたり送迎バスに取り残され熱中症で亡くなりました。送迎バスに乗車していた職員は運転手1人のみで、安全管理が不十分として警察が調べを進めています。これを受け、秋田県は県内の幼稚園や保育園などおよそ300の施設に送迎における安全管理を徹底するよう一昨日付で文書で通知しました。送迎バスは2人以上で運行することや、園児全員が降りたかの確認の徹底などを要請しています。また送迎体制の実態把握も進める方針です。大館市ではビールに欠かせないホップの収穫作業が最盛期を迎えています。大館市比内町の東部ホップ生産組合では今月20日からホップの収穫作業を始めました。ホップはビールの苦みや香りを生み出すのに必要な原料です。またビールの腐敗を防いだり泡持ちを高めたりする働きがあります。農家の人たちは今年は例年に比べて出来がいいと話していて、質の良いホップに仕上がりました。ちょっと水不足の時期もあったので、そこがちょっとこう心配されましたけれども、台風も、今のところ無事逃れてプラスアルファを、望んでいるところでございます。ホップの収穫は今月いっぱい行われ、選別や乾燥などをした後大手ビールメーカーに出荷されます。続いて天気予報です。広い範囲で雨が降り続くでしょう。土砂災害には十分に注意するようにしてください。現在、北州鹿角地域の広い範囲に大雨注意報が出ています。週間予報です。明日は午前中は雨の降るところがありますが、次第に天気は回復し、午後は青空が広がるところが多くなりそうです。